はい、どうぞ。おはようございます。インターネット報道メディア IWGN の本本です。レプリコンワクチンの問題、特にシェディングの問題について質問します。2024年7月5日の会見で、この秋から接種可能となるレプリコンワクチンのシェディング、電波とか排出、暴露などのとも呼ばれますが、その問題を指摘し、この現象に関して臨床試験あるいは何らかの調査は行われているのか、行われているのであればその結果を明確かつ科学的なデータとして国民に示すべきではないかと、質問させていただき、武見大臣からは、シェディングという現象が科学的知見として現在存在するのだということについては全く承知はしていないので答えようがないとのご答弁をいただきました。武見大臣は全く承知をしていないとおっしゃいましたが、平成29年度厚生労働行政推進調査事業の総合報告書から抜粋された感染症の予防を目的とした組み換えウイルスワクチンの開発に関する考え方という文書の中に、臨床評価に関して留意すべき点として、増殖型組み換えウイルスワクチンの場合には新生児、妊婦及び免疫抑制状態の患者などへの伝播リスクが高いことが想定されるため、ウイルス排出については慎重に評価すべきであるとの記述が見受けられます。この場合、増殖型組み換えウイルスワクチンというのはこの度のレプリコンワクチンに相当するものであると考えますが、慎重に評価すべきとされているシェディングについて大臣が全く承知していないというのは問題であると考えます。レプリコンワクチンのシェディングについて現状、臨床試験もしくは何らかの調査が行われているのか行われていないのか、端的にご教示いただけますでしょうか。よろしくお願いします。はい、レプリコンワクチンは RNA ワクチンでありまして、ご指摘の報告書に記載のある増殖型組み換えウイルスワクチンには当たらないものと承知をしています。その上でレプリコンワクチンに関する国内臨床試験においてお尋ねのシェディングと呼ばれる事象が生じるとの知見は現時点ではないというふうに承知をしております。でそのためシェディングに関する追加的な調査などを実施する必要性は現時点では認められておりません。引き続き最新の科学的知見を踏まえてレプリコンワクチンの有効性安全性の確保というものにしっかりと努めていきたいと思います。すみません、ちょっと聞き逃したかもしれないですが、臨床試験自体は行われてはいない、行われているということです。レプリコンワクチンに関する国内臨床試験においてお尋ねのシェディングと呼ばれる事象が生じているとの知見は現時点ではないんですね。はい、そのことを申し上げました。はい、わかりました。はい、次どうぞ。大臣公務の関係ありますので会見これで終了させていただきたいと思います。はい、ですね。はい。